ちゃんのチャンネルでーす。わーさあ、ということで、まあ、もうこの構図で分かる人はもしかしているかもしれない。今回は相関図山田涼介ー。お待ちしてね。気になる。でもこれで結構本当ごめんなさい、見えてきちゃうんですよ、人との交友というか、うんうん、これでもね、中村がね、ちょっとね、黒い交際って黒くないの見え隠れしちゃったりとかして完全な白なのよいやいや、ねお前が、これも怖いとか言い出してあ、もうここに押さないですねで、まあ、これお土産をあ、見てましたよ、動画中丸くんが買ってくれたシーザーサラダみたいに振りかけてるやつですよね。シーザーサラダチーズチーズ黒にちょっと種類1個ちょっと種類1個はい、ありがとうございます。なくなっちゃったからお、え、大丈夫日打ちだ、日打ち、はい、多めにお願いします。多めに、長めにいやいや、サラダのさ、あれじゃないんだからはいご利益あるから結構調子いいと思いますよ、これじゃあ、読んだよ。まず、お師匠さんですか。そうだね、高一さんじゃないですか。はい、僕、高一くんですね。お師匠さんというか、その憧れてるんかな。なんか、それ以外の師匠、うん、見つけたくないですか。高一さんはもう、じゃあ、殿堂入りとしてどうもあ、ほんとすか、これ、うちの高一さん憧れね。ここ以外はどうなんですか。そのジャニーズ以外でもいいですよ。いいよ、尊敬してるとか、うん、その人生の先輩みたいな方。このチャンネルだからとかじゃなくてマジでニノさんしゃっ声でこやったいつからですか、関係性としては。暗殺教室がきっかけだとは思いますけど。作品か。暗殺教室きっかけなんだ。いや、そうなんだ。結構長いっすよね。暗殺教室での二宮さんね、なかなかないっすよ。いや、ひどったやった、俺もこれでいいや、うん、今日もうこれでじゃあもう終わりますか。ナイス、終わるか。そんな感じつまんないでしょ、これつまんないでしょあ、だよ、そうなんと、岡田健一もいるんだ。あ、そうですね、岡田さんもそうです。いや、レジェンド三本柱だ。それぞれ違うっすよ、だから、その二宮さん、光一くん、岡田くんで、うん、教わってることも全く違いますね。これまで当てない好きな後輩。岸君もいるんじゃないですか。ああ、岸はいるよね。岸と小滝編。あ、トラビス。そう、トラビスは好きです。箱押ししてます。でも特に元太って書いておかないと炎上しちゃうから。あいつは嫌いですから書いてくれ。嫌いってやつも元太が炎上しちゃうから。トラビスは何ガロンでしょ。バックス。バックス。ソロで曲を出した時にもトラビスにお願いしたんですよ。後ろついて、ね、トラビスうまいっす、ね、あ、そうなんだ。やっぱダンスだよ、まあ、それはね、うまい人にねできればついてほしいよね。じゃああと誰。道枝くんじゃない。ミッチーは好き。そうっすね、ミッチーは好き。ミッチーも好き。好きって言葉がはっきりしてる。日本語難しいね。じゃああと誰。デビューしてる人。してます、してます。箱っすもん。箱なら後輩でしょ。キンプリ。キンプリっす。キンプリなんだ。ジャニフェスとカウコンの空き時間結構あったんですけど、うん、みんなでトランプゲームとかやってたんですけど、うん、見事に全員バカなんだな。でもなんかそれが可愛かったんですよ。山田君みたいな感じ、まあ、騎士みたいなのもいっぱいいるみたいなって思ってもらったら一番いいです。すごいじゃん。ずっと笑ってたな。でそこからなんかあの話すようになりました。意外だな。で平野とかとなんかバーベキューとかしたことあったんで。ひだな。そういうつながりあんだね。中村君見てください。行ったことないですもんね、後輩と。いや、あるよ。え、あのサバゲーとか行ったことある。あ、サバゲーね。サバゲーはなんか違うじゃん。なんでご飯に連れて行って。いや、その後一緒に飯食ったよ。飯食ったよ。飯食ったよ。何食ったんですか。あの、なんだっけ、あのね、高速の途中で。はい、食べました。いや、それさ、飯連れてったって言わないんだろ。やだよ、俺その先輩。サクッと食って。友達とか行きたいですね、このまま。じゃあ山田の友達で会ったことないの。1年ぐらい。あ、1年かよ。でも、知念君が友達と思ってるかどうかって難しい。まあ、それは難しい。そうそう、あいつだろ、そういうとこなんですよ。道岡とか一応友達だから。神木とか学校でしたっけ。デュールは同じ高校で。探偵学園9。そう、俺めっちゃ好きだった。あれ金田一も一緒に出てて。そっか、結構長いんですよ。いますね。ずっと一緒にいる。なんか仲良い人。ああ、いる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 。黒い交際なんじゃ。違う、芸能じゃなくて。毎回
回見つけたから今え、そうなの、黒くはないわちょっと安心、そんな人がいるって。いや、めちゃくちゃいい人っす。あと、YouTuber で言うと、だからスタンさんとかアイリッシュムーさん、チャンネルやりだしたからそういうつながりもなんか増えたんじゃない。そうっすね。あとヒカキンさんも入ってる。ヒカキンさんっすか。フーマ入ってないじゃん。あとフーマはじゃあ後輩抜かせたら何になる後輩とも思ってないですけどね。中丸邪魔だな、むせて中丸くんにはこんな感じなんですけど、全くないんですよ、俺には。怖いの、あの年齢が近いとちょっと成立しないじゃないですか。あ、やめましょう、この話俺の種明かしするみたいで嫌なんですけどあー、いいじゃんいいじゃん。ハルとも仲いいですよ。あー、ハルちゃん、友達だ。あとは、その小沢池内さん、もみ消して冬チームは、あの、未だに仲いいです友達いるんだな。いますよ、あの子と。じゃあ一応配信しても書いてる。いやいや、俺会ったことも話したこともないですこんな適当な相関図え、うん、違う違う、そうだ。これから友達になりたい人とか書いてもらう。それ相関図って言わない同期、あ、同期ね。同期、うん、橋本 ABC の。そうです、オーディションが同じ日ってこと。オーディションも、はい、全部一緒です。が、阿部ちゃん残ってんのがこの3人。何年入社？2004年。あ、2004年だ。だから僕と山田って離れてるんですよ。と4年だ。結構離れてますね。こんなもんなんだよ。後輩が箱を知ってるのちょっと匂いますよ。個人じゃん。ミッチーがいるじゃん。いや、ミッチーだくんしか出てきてないんで。あれ、キスマイは後輩？え、先輩っす。あ、先輩になるの。じゃあ先輩とか書いてくる。先輩だ。全年代で言うと先輩なんですけど、うん、デビューが僕らの方が早かったんで、あ、ちょっと複雑な感じ。先輩だけどデビューが後ろで20だと。そうなんですよ。年代の後輩としては複雑な気持ちではありますよね。もう今はないですよ、デビュー当時とか。まあ多分いろんな思いがあったんじゃないかなと思いますけど。向こうはあっただろうな。怒られた先輩とかいないんですか。怒られた先輩でもさ、山田に怒る先輩いる。怒れないっすよね。いないよ、だって10、デビューが10 14っす。14だよ。山田君って怒、まあちゃんとしてるっていうのももちろんそうですけど、怒るタイプの後輩じゃなくないですか。なんか同じことしても有岡君の方が怒られそう。うん、言いやすそう。わかる。ジャンプのなんかストレスは全部有岡君にバレーボールでしょ。そうです、デビュー。その時になんかさ、一緒についてくれた先輩とかいなかったの。翔くんっす。あ、はい。俺らでいう坂本くんだ。あ、そういう文化があるんですか。ワールドカップをね。へぇー。推しを探そっか、これから。山田涼介の推しですか。どこ推したい。セブンメン、ハイハイ、美少年、インパクターズ、忍者の少年忍者、リトル関西、うん、A グループどこ押す。それ決めて、もう、もう押し、2022年山田を押していきます。いない、いないはダメ。押さなきゃいけないの、2022年。いないっていうのがもうこれダメだとリちゃん、あれ A グループ、リちゃん好きだな。高橋くんいますよね。高橋くんいっぱいいるんですよ。なんで何言うとくん。ああ、はいはいっすね。あ、じゃあはいはいだ。喋ってましたよね、あの時。ああ、ジェニーさんお別れ会に。そう、お別れ会の時とか、ジュニア代表として喋ってて話してたわ。まあ、すごいなと思って。へえ。東山さん喋って、滝沢さん喋って、高橋君喋ってみたいな。そう、目にかけてた子なんだろうなっていう印象があるんですよ。じゃあ、ハイハイしようよ。ハイハイ、ハイハイ、ハイハイしますよ。じゃあ、今年1年、山田くん、ハイハイをします。あ、できた。はい、完成です。見えた。ちょっとね、もう中丸くんが飽きてきます。来てますからね。いやいや、え、なんか新たな発見がありました。さっきからいろんな体勢で伸びしてますじゃあ、最後、山田締めてもらおうか。そうですね。はい、いいよ、はい。最後に、じゃあ、ハイハイします。チャンネル登録、高評価、よろしくね。はいはい、チェックス
ありがとうございます。喜んでんだろうな。はいはい。